綺麗に痩せる魔法のドリンクの作り方をお伝えします。この動画をご覧いただきますと、簡単に作れるその痩せる魔法のドリンクの作り方がわかります。最後、動画の最後にそのレシピと作り方をお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧くださいね。はい、それではここから痩せる魔法のドリンクの材料、そして作り方、飲み方をお伝えしていきますね。では麹ドリンクの材料です。こちら米麹 100g です。私はこちらグリーンコープさんで乾燥タイプの米麹を購入して作っておりますが、生のタイプでも大丈夫、同じです。では2つ目です。ミネラルウォーター 500ml ですね。そしてお茶の葉を入れるそのお茶パックを準備してください。私はこちらもう、グリーンコープさんで買ってる無漂白タイプの、お茶の葉を入れるこうパックですよね。こう中がこう開くようになっていて、でこれはお茶パック用なのでちょっとサイズが小さいので、米麹が1つに入りませんから、私普段通常2つに分けて作っています。でもしくは同じようにこうだしパックがあります。だしを入れるパックだともう少しサイズが大きいものもあると思いますので、だしパックを代用されても OK ですよ。そしてこの材料を入れるドリンク容器を1つご準備してください。では早速作り方に入っていきましょう。ここから実演してまいります。あと量り器もね持ってきたんですよ今日。今目盛りが0のところにあって、今から麹を入れていきます。 100g ですね。麹の香りがねすごくいいんですよね。もう大好きでよくね嗅いでます。でこれが 100g ですので、ここまで、よいしょ、目盛り100になりましたね。でカップでいうと、この乾燥米麹タイプだとそうですね、この1カップあたり、約2分の1カップぐらいまでの量で入りました。ちょっと若干多いですけれど、だいたい2分の1カップ程度ですね、この乾燥タイプでしたら。でこれを測ったら、先ほどのお茶パックに入れていくんですね。私はこれ一緒に入らないので半分ずつ入れるんですね。でこうして入れてる時も麹の香りがすごく良くて、こんな風にこう詰めてる、ようなような詰めてるんですよ。でこの麹ドリンクを飲み出してからどれぐらいかな、もう何ヶ月経ったでしょうか。もうほぼほぼ4ヶ月だいぶも経つんですけれど、もうとにかく朝起きた時のもうお肌の調子がすごくいいんですね。もうツヤが違うんですよ。洗った時にもう肌の上で手がつるんってこう滑る感覚、分かりますか？もう感動ですね。もうやめれません。でまた私のクライアントの方はですね、この使い終わったこの米麹のこのパックごとお風呂に入れて入るっておっしゃってました。先生すごく肌がねツヤツヤするんですよっておっしゃってたので、再利用してくださいね。ではまず1つ目できましたので入れていきます。であともう一つですね。でまたこの使い終わった米麹は捨てないでくださいね。再利用できるんですよ。私はそうですね、このドリンク使い終わった後の麹は普通に炊飯器でお米を炊く時に、通常のその水加減でですねいいんですよ。そこにこの使い終わった米麹を一緒に混ぜて炊いてます。すごく美味しいです。私基本いつも玄米炊くので、玄米にその米麹が混ざった感じでですね、こうもちもちしててすごく美味しいです。おすすめですよ。さあでは2つ目が入っていきましたね。よいしょ、はい OK です。ちょっとこぼしてしまいましたけれども、ご愛嬌でお願いします。でこんな風にこう蓋をしてですね、上から蓋をかぶせて、
で先ほどの容器に入れていきます。これで今 100g の米麹が無事に入りました。でここに先ほどのミネラルウォーターを注ぐだけです。入れていきますね。はい、もうドボドボっと入れるんです。でいつも皆さん使う容器がありましたら、だいたい500お水入れたらこれぐらいの量だなって目安がわかると思うんですね。から毎回きっちりね500測るとかされなくても大丈夫、もう多少のね前後は OK だと思ってください。で私はこの容器でこの取っ手のこの下によく500がちょうどくるので、もうこれぐらいだなと思っていつもドバドバっと入れてます。そして蓋をして完成です。ただしすぐには飲めません。この状態でこのまま冷蔵庫で8時間以上は保管してください。8時間経ったら飲み頃になっています。なので私は夜これを仕込んだら、朝飲んで残りを、夜に飲んでます。で1日かけて1人当たりこの 500ml 飲み切ってくださいね。残さないようにしてください。で飲み切ったらですね、お水がなくなって麹が残ってますよね。でそこにまたこのまんまお水を500足していただければまた作れます。そうですね、大体繰り返し使えるのが2、3回までですね。で時期にもよります。なぜかというと、麹が傷みやすい時期はやはりこう変色していたり、何かこう匂いがおかしいという時は繰り返し使うのはやめてくださいね。ただし、普通でしたら2、3回は繰り返し使えますから、そのままお水を足せば OK なんです。そして先ほどお伝えしたみたいに、この使い終わった麹は捨てずにいろんな用途で使えますので、またカレーやシチューにも煮込んでも美味しいですよ。そういった使い方もできます。あとはですね、この麹ドリンクはファスティング期間中も飲んでも OK です。でこのファスティングにご興味おありの方はこちら詳細欄に LINE のリンク貼っておりますので、そちらからご登録後いつでも直接ご相談くださいね。さあいかがだったでしょうか。この痩せる魔法のドリンク、麹ドリンクの材料と作り方と飲み方をお伝えしてまいりました。このようにこのチャンネルでは様々な健康法や腸活をお伝えしていくことで、女性が健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録を押していただきまして、どんどんご参加ください。私とても励みになっておりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。